治ったかな。はい、どうも沖縄の杉です。これで今回はちゃんと収録できてるかな。はい、というわけで、今日もやっていきましょう。ドラゴンクエスト10、盗賊のね職業クエスト3つ目ですね。というわけで頑張っていきます。というわけで、またボスよろしくお願いします。これずっとねプデチョじゃん、デブチョって名前ちょっと間違えて覚えた。はい、いきます。プデチョノルゴ、さあ、つうわけで行こう。まあ家が割と近くてよかったな。なんでオルゴールに入っていたものを取り返してこい。中身を見ても誰も喋るなと。はい、了解っす。何が盗まれたんだ。中身やっぱり気になるな。前回自分が取ったんじゃないかって疑われたぐらいだから、なんか割と大事なものじゃないかなとは思うんだけど。さて、ここは何？ああ。まんじゅうみたいな。はい。こっちが詳しいわけだ。とりあえず行ってみるか。じゃあカルデア洞窟、了解、行きます。カルデア洞窟、カルデア洞窟。そんな遠くはないんだ。あった。で、ここどうじゃ。いや、なんか助けてくれってモンスターに襲われてんじゃん。やべえ、行くっす。おや、プ、何こいつ、ビビったっつうか。え、意味が分からん。え、あ、つまりこいつが悪いやつか。ほう、つむじ感の弾のヘッド。俺今つむじ弾とか言ったっけ。まあいいや。いや、すぐ返して。いつの間にかな義足になっちゃってんだけど。まあいいや、行こう。さてと、とりあえずこれを取り返しに行くわけね。さて、あったあったあった。でここ行って、遠いな、割と遠いっす。割と遠い、マジ遠い。よろしくお願いします。ここでようやく、いたいた、ゲット、帰ろう。めんどくさい。動画ではもう数倍速にしてるんであれだけど、はい、結構大変でした。黄金ホタテってなんだろう、美味しいのかな。ハイを選んだらどうなる。おい、ギャハハハハって
なんか本当悪者みたいな喋り方を。さてとどうしようかな。そう、一応直接返してくれるってことなんで、おう、これか。なんかいたな、そういえばこういうの身につけてる女の子のキャラ。そうだったのか。なんかあったんだな、あの日のこと。なんかいきなり話がハードになったけど、見殺しにしちゃったって一体何があった。いやマジで一体何があったの。何も言いたくない、ともかく。このおっちゃんは有名なねえ泥棒だったわけだ、マスクドムーチョで。お母さん見殺しに、で悪いやつはこいつの息子。なんかありがちな展開だけど、ちょっとハードだな。その見殺しにしたって何？まあ、とにかくクエストクリアーす。なんかけど本当なんかモヤモヤするなこの展開は。つむじ風の旅団。なんで俺さっきつむじ団とか言ってたんだろう。さあというわけで次回予告。こいつはただの強盗なんかじゃない。その目を見てると虫唾が走るぜ。欲望こそが汝の力。何このバカ息子。何この展開。というわけで次回第4話盗賊の心意気、頑張ります。というわけで、今回はこんなところで一旦終わりにします。ちょっとね、マイクの調子悪くて音声入ってなかった部分とかもありますけれども、今回は大丈夫なはずなんで、これからも応援よろしくお願いします。それじゃまたね、バイバイ。